ですよ。せーの、千住からお届け、足立ちじんずか、うん、イエーイ。はい、足立区のキラリと輝く方を学生が紹介する動画サイト足立ちじんずかん、今回案内人の東京未来大学稲田智明です。はい、そして今回のゲストは、はい、酒井翔一でございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、というわけで、はい、たくさんの駄菓子が並んでいますけれども、はい、こういう駄菓子を、はい、いろんなところに出張して販売するっていうか、はい、そうされているんですね。そうですね、はい、まあ出張駄菓子屋さんと、それからワークショップを兼ねたイベント会社っていう形で駄菓子総合研究所という名前で今活動しております。はいはい、ちなみにどういうところで何か販売とかされたりするんでしょうか。そうですね、今年は、千本桜祭り、はい、足立区と、はい、それから、足立メッセさんでも販売させていただきましたけど、はいはい、あとは地方の、コンサート会場であるとかマルシェであるとかっていうようなところでも販売をしております。はいはい、今日は千住出版で撮影をしてるんですけども、このチャブ台にすごい似合いますね、和菓子が。そうですね、完全に乗っ取られた形になってますけど、まあ、ちょっと何か研究所長の色んな、そうですね、ちょっと支部として、はい、これから使っていきたいと思います、はい、そんな、はい、酒井さんを、紹介する3つのキーワード、こちら、ふるさと、駄菓子屋、遊ぶお菓子というですね、この3つでお伺いしていこうと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。では早速なんですけれども、はい、一番最初、ふるさとからお伺いしていきたいんですが、はい、酒井さんのふるさとはどちら。ふるさとは生まれ育ったのは足立区、はいはい、でございます。じゃあ今そのふるさとで活動されている、はい、ということですね。そういうことです。で一番最初のキーワードふるさとってどういう意味なんでしょうか。はい、はいはい、このふるさとっていう意味はですね、まず、まあ、生まれたのが足立区の、栗原っていうところですけども、はい、そこから、足立区の西に小学校、西井高小学校、それから西新井中学校、はい、足立工業高校、工業高全部ですね、全部足立区なんです、はい、で一番最初にその工業高校を卒業して、就職したのも足立区以降っていうところのオートバイ店に勤めたんですけど、はいはい、そこから、まあ30歳の時に人生転機が訪れ、まあ、うまい棒のお菓子を、はい、取り扱っているヤオキンさんっていう会社に一応勤めたんですね、はい、でそこの会社がちょうど30歳だったので、まあ、約23年4年前かな。そこから20年間はずっと、埼玉県の八潮というところ、はい、そこに通勤してましたので、はい、まあ事実上は西新井が住んでるところなんですけど、仕事をしてるエリアはほとんど外側、はい、じゃあ足立区からついに外に飛び出した飛び出したというところで、はい、仕事もまあもちろん出張とかもありますので、まあ足立区にいる時間よりかは埼玉にいる時間とかそれ以外にいる時間が長いというところで、はい、まあ足立区っていう部分がもともと生まれたところっていうところでは、もともとふるさとっていう感覚が少ないじゃないですか。そうですね、なんか例えば皆さんみたいに、皆さんっていうか学生の皆さんみたいに、はい、生まれたところと活動されてるとか違うっていうことだとふるさと意識ってものすごく強いです。そうです、ね、僕の場合は生まれて育っちゃってるんだけど、はいはい、ただそのいろんなところ活動してる外側の領域が多いので、今はふるさとっていう感覚がものすごくある、はい、じゃあ一回もう外に出たからこそ足立区がふるさとだっていうのはすごいこう身に染みてる。そうですね、まあ今自分でその駄菓子総合研究所っていうので活動してる中で地域っていうのがものすごくこうもう一度見えるようになってくると、はい、よりふるさと感というのがなんかこう体の中に染みてきて、はい、ふるさとで、まあ、仕事ができる喜びみたいなところも今少しずつ出てきますよね。じゃあなんか帰ってきたっていう感じがすると、20年を経てそう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 帰ってきたっていう感じがしますよ。じゃあ、そのヤオキンさんに20年間勤められてから、うん、では今されてる活動の方に、まあ、もう一回ちょっとフォーカスをしていきたいんですけど、うん、2つ目のキーワード、うん、駄菓子屋ということで、はい、まあ、まさにという感じなんですけれども、はい、今その駄菓子屋のメーカーではなくて駄菓子屋さんを出張でされてるっていうことなんですが、うんうん、もう少し詳しくどんなことをされてるのか、はい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 、お伺いしてもいいでしょうか。そうですね、一つは、今、出張駄菓子屋さんというのは結構企業さんとかに呼んでいただいて、で集客用の、駄菓子屋さん、結局駄菓子っていうツールがお客さんにとってやっぱりこう
楽しい温かいものなので、そこにお客さんが集まってきてもらえるっていうところで、企業さんの例えば、住宅展示場だとかそういうお祭り会場だとかっていうようなところで、はい、まず一つは駄菓子屋さんをやらさせてもらうというところと、はい、あとはワークショップっていうところでは、駄菓子をいろんな食べ方ができるんですね、駄菓子って、はい、そういうせんべいだと例えばソースのつけ方から、はい、それから梅ジャムせんべいっていうのもありますし、ありますね、水飴をつけて食べるっていうのもありますし、はい、そういう意味ではそのいろんな食べ方ができますので、そこで、20年間駄菓子メーカーで培ってきたノウハウをそのいろんな方々に、まあ、お伝えするというような形のワークショップも、はい、活動としてはやっております。はい、じゃあそのもう20年間そうい う, こうメーカーさんに勤められて、はい、駄菓子屋さんに、まあ、なられたわけですけれども、そのきっかけって何かあったんですか？はい、そうですね、はい、僕足立区の先ほど言いましたけど栗原っていうところで生まれましたけども、まあ母方の実家がその黒川産婦人科さんっていう、まあ、生まれたところの前にありまして、はい、でそこにやはり幼少期は結構出入りをしてたんですね、はい、育ったのがおばあちゃん家で、そのおばあちゃん家の近所に駄菓子屋さんがありました、はいはい、でやっぱり小さいながらにも、まあ、親戚の子とか近所の子を集めて、まあ、駄菓子屋さんに出入りすると、はい、ちょうど三丁目の夕日みたいな、うんうん、そんなようなイメージなんですけど、なんか昭和チック、そうですそうです、昭和チックですね、はい、でそのやっぱり駄菓子屋さんがものすごく楽しかったり美味しかったりもの珍しかったり、はい、それからいろんなことを教わったっていうのがその駄菓子屋さんなんですよ、はい、でそれが体の中のどっかに染みついて、うん、で、まあ、人生長く仕事をしていくながら駄菓子屋さんになり駄菓子メーカーさんになり、でそこの中で駄菓子熱っていうのがもう少しこうわっとこう湧いてきたっていうような、うん、そんな感じで今の仕事につながってきてるような気がしないじゃないですかね、うん、はい、じゃあその、まあ、昔から小さい頃からあった駄菓子熱っていうのがもうここで20年を経て爆発して今まあ言い方そうかもしれないですけどね、はい、まあ、いろんなところでこうそれを爆発させまくっているということですよね、うんうん、はい、ではあの20年間勤められていたそのヤオキンさんを辞めて、うん、今こういう活動されてるってことなんですけど、はい、ヤオキンさんとその今されてる活動でのなんか大きな違いって何があるでしょう、同じ駄菓子に関わるものだとは思うんですが、そうですね、その辺はまあヤオキンという会社だと、まあ、スナック駄菓子っていう部分が中心の商品で、はい、でまあ、あのきらびやかな部分があったりなんかするんですけど、はい、まあお菓子駄菓子っていう部分も日本全国城下町含めて、まあ、数えられないぐらいあると思うんですよ、はい、まあここにもちょっと持ってきてるのはゴカゴっていう商品ですけど、はい、こういう商品も、ね、まあはい、素朴な駄菓子としてある商品だと思うんですよね、はいはい、です、うん、で実際僕が、自分で活動し始めてからは、仙台駄菓子、飛騨駄菓子、はい、鶴岡駄菓子、会津駄菓子っていうような形で駄菓子っていうものが日本全国にいろいろあると、ほんといろんなところにあるんですね、うんうん、でそういうところをやっぱり、メーカーの人間としてはなかなか今まで見てこれなかった、視野がそこまで広くなかった部分があって、今駄菓子総合研究所として活動している中では全国の駄菓子っていうものを皆さんにご紹介できるチャンスっていうのが出てくると思うんですよ、うんうん、じゃあそのある意味ではメーカーという立場に縛られずに、うん、もう自分の調べた好きなものとか、はい、面白いものとかを自由に、はい、まあ、見せることができるのが本当にその独立した時に、うん、この駄菓子総合研究所で、うん、まあ、できる大きな変わったことっていうことなんですね、はい、今後の活動についてちょっとお伺いしていきたいんですけれども、はいはいはい、一番最後のキーワード、はい、遊ぶお菓子っていうふうにあるんですが、うん、はい、どういうことなんでしょうか。遊ぶお菓子というところはですね、まあもともと水飴とかあと型抜きも、まあ、駄菓子の領域になると思うんですけど、はい、あれも遊びますよね、はい、水飴もこうやってやって、ね、なんかもうしますし白くなるまでこうやって、ね、空気入れてからこうやって食べるとかありますよねで、もともと先ほどのおせんべいじゃないですけど駄菓子っていうのをそのまま食べるっていうのも一つなんですけど、いろんな感じを感じて五感を感じるというか、はい、感じて食べてもらうっていうところはすごく、まあ、夢もありますし、実際人間としてその
幅が広がっていくっていうのかな、うんうん、そういうところがあると思うんですよ。例えばその家に帰ってゲームをする、はい、スマホでいじるっていうよりかは、はい、駄菓子を食べつつ創造性を働かせて、いやこんなお菓子あったら面白いのになとか、うんうん、美味しいのになとかっていうような形とか、うん、もうちょっとこうできるんじゃないか。そうですそうですそうです。そういうことですね、うん、家庭の中でちゃぶ台ここちょうどありますけど、はい、ここで駄菓子を食べつついろんなトークをするそうですいうところから、あじゃあ明日ママだったら明日のお弁当のおかずはこんなのしてみようかなとか、キャラ弁だけど駄菓子入れてみちゃおうかないうようなこととか、はいはいはい、すごくこう発想が柔軟になってくると思うんですよ。だからそういう意味ではそのデジタル化っていう部分に、まあ、AI も今ありますから向かっていく中で、駄菓子っていうそのアナログで素朴なものを取り入れて遊ぶお菓子っていう形にしてもらうと、人間力を発揮できるというか、よりこう人間チックに生きていけるか、人間らしさが形成されるか、はい、そんなところが生まれてくるんじゃないかというところをこれからもっと前に出してやっていければいいかなと。駄菓子で遊び、それをコミュニケーションツールとしてもさらにこう遊んで使っていく。そうです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 。ということで、では3つキーワードが、終わりましたが、その酒井さんにとって、はい、足立区とは何でしょうか。はい。足立区とは、じゃん、ワクワクを作り出す工場ですね。はい。ワクワクを作り出す工場ってどういうことですか。はい。ここにあの。お化け煙突が書いてありますけれども、はい、はい、まあ、あのお化け煙突の頃は、空き地があったりいろんなこうのどかな雰囲気もあったんですけど、あの生活の中に結構ワクワクがあったんです、うん、今は結構忙しい、もうお子さんもね皆さん忙しいのでワクワク感っていうのはないと思うんですけど、足立区って、お菓子のメーカーさんもありますし、情報を取りまとめてる人たちもいらっしゃいますしね、皆さんみたいな大学生、元気な大学生も、はい、もちろんいらっしゃいますので、はい、そういうところではワクワクを作り出すセクションがいっぱいあるというふうに思いますので、足立区全体としてよりワクワクするものを作り出し、活性、元気な明るい地域を作り出せるというところが足立区っていうところじゃないかなというふうに思いまして、ワクワクを作り出す工場っていうふうに考えたところなんですけど、じゃあ、はい、僕らもこの工場のメンバーと一緒にこう作り出して、一緒に作り出していっていただくっていうところです。はい、駄菓子を使い、そして僕たちも足立図鑑を通して、はい、ワクワクをたくさん作り出していければと思います。はい、というわけで、はい、本日のゲストは、駄菓子総合研究所の酒井さんでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。